はい、どうもこんにちは、吉郎です。先週はですね、本当に申し訳なかったです。動画がアップできませんでした。いろいろね、やっぱり編集者とね、私の方で風邪ひいちゃったりね、撮影が遅くなったりっていうところで、まあちょっと動画のねアップができませんでした。非常に申し訳ございません。まあね、基本的には週1っていうところは守ってね、これから、動画の方アップしたいと思いますので、皆さんどうかお待ちください。ということで、本日もリアタイに使える知識の方を紹介していきたいと思います。で、まあコメントの方でね、多くあった内容でして、今回も、その内容について、説明の方をしていきたいと思います。というのもですね、ツーシームとスプリットのね、こう内訳というか、まあ見極めがね非常に難しいよっていうところ、そこからまあどうやってね私の方は打ってるんですかっていうね質問の方ね、非常に多く、いただきましたので、今回はツースプの見極め方っていうところで攻略の方をね、していきたいと思います。ツーシームとスプリット、まあ回転全くこれ一緒なんですけども、全く回転一緒で分かりづらいよっていうね意見非常に多かったです。で、まあよく当たるピッチャーの中で、まあツーシームとスプリット両方持っているピッチャーっていうと、まあ山本由伸選手、田中将大選手、沢村選手とか、まあ、ダルビッシュ選手、ギャレット選手、ブセニッチ選手とかもね持ってますが、まあ、非常に、厄介な、ボールです。まあ、その他の、ね、選手も、持ってる人もいますね。松本航さんとかもね持ってたかな、はい、今シリーズから、ツーシームスプリットを持ってます。まあ、しかしですね、ツーシームスプリットっていうのはねこう弱点があります。はい、回転が同じ分ですね、他の2種類系の球種よりこう球速差がね、はっきりしています。まあ球速差がね、似た回転系のボールの中でもツーシームとスプリットっていうのは球速差が非常にあります。はい、というところで、まず最初に大事なのはですね、ツースプ持ちのまあピッチャーに対してスプリットをね意識しすぎないっていうことなんですね。カウントによってはねこうスプリットに狙いを絞って狙うっていうのはいいことなんですけども、何度でも言うように基本的にね、何が何でもツーシームを狙うっていうのはこうベースになるかなと思います、リアタイの打撃において。はい、じゃあね、スプリットばっかり投げられたらどうするのとか、まあそんなの分かってるよっていうねことをねおっしゃる方もいるかもしれませんが、まあ今回はねツーシームを狙いながらスプリットに対応できる方法っていうのを紹介しますので、ぜひ参考にしていってください。まあね、スプリットだけでなく、まあ、他の変化球にも対応できるよ内容にもなっていると思いますので、参考にしていってください。はい、といったところで、ツースプを攻略しようとしたときに、まあ、あるところを、まあ、見るように、する、まあ、意識するようにすると、格段に、打ちやすくなります。はい。まあ、これをね、意識することで、実はね、今トレンドの上沢選手とか、あとは堀江選手もね、高さの変化量の変わらないチェンジアップ持ってますが、まあね、そういった選手も打てるように、なっていきます。ではね、あるところっていうのはね、一体何なのか、まあ、それではね、見ていきましょう。これで解決、ツーシームスプリット。はい、皆さん打席に立った時どこを見ていますでしょうか。はい、多分ね多くの人はストライクゾーンをねメインにまあ見ていて、こう投げようとしている投手をまあ最初の方を見ながら、こう片隅にまあピッチャーを置きながら見て、ストライクゾーンをずっと見てる感じですね。でフェードが表示されるのを待ってで、回転を見て打つっていうね、まあ、そのぐらいなんじゃないかなと思います。これね数えるとピッチャーとストライクゾーンでこれ2点しか見てないですね。はい、これのね何がいけないのっていうねところね、しかしねこれねあまり良くない例なんですね。球速差を完全に攻略されてる、まあ、モサと呼ばれる方たちですよね。まあそういった方たちはおそらく3点見ています。少なくとも3点見てる、まあ、見てるというよりはですね、感覚的にこう気にしていると言った方が正しいんですけども、はい、その幻の3点目っていうのはですね、この投手とストライクゾーンの白線の間にある空間ですね、このゾーンになります。皆さんここね知らない間にこう見てはいるんですけども、どうしてもねストライクゾーンばかり見てしまいがちかなと思います。まあね、しかしね大事なのはストライクゾーンとねこの
間のゾーンをね、こう同時に見るっていうことが、こうツーシームがね通過する速度、はたまたスプリットが通過する速度を速い遅いっていうので見極めて、まあ球速差の見極めっていうものになります。まあ本当にね、表現の世界になってしまうんですけども、ツーシームが速いっていうのではなく、スプリットがワンテンポ遅いっていう考え方になるんですね。はい。で、まあ実際にね、ツーシームとスプリットのこのここ通過する速さっていうのをこう見比べると、スプリットはねワンテンポ遅いっていうのがねわかるかなと思います。で、まあツーシームを待ってると、こうスプリットがね来たと判断してから、対応できるようになります。ここ通過する速度が遅いなっていうね、ちょっと一瞬の判断になるんですけども、まあ判断してからね、対応できますので、基本的にはツーシームを待っていくというところになります。はい。順番に話すと、意識としては、まあ、ツーシームのね、タイミングで待っていって、投手がね、足を下ろすまでは、投手を見る。で、下ろしたところから、ストライクゾーン全体に目を移しながら、ピッチャーとストライクゾーンの間の、ところを見て、まあ、見るというか、まあ、気にしながら、球速差を感じる。そして、カーソルをツーシームを待った位置、まあ、斜め下の位置に持っていって、で、ツーシームに振り遅れないように基本的には引っ張るんですが、スッとね、これ減速するのが、まあ、ここわかると思うんですけども、減速した瞬間に、少し待って、下にカーソルを動かすっていうところになりますね。はい、非常にね、これが難しいんですけども、これはね、本当に慣れかなと思います。口だけでね、言うのは本当に、まあ、理論的なこと、まあ、当たり前のことになってしまうので、こう、目を慣らさないと、まあ、無理なことかなと思いますので、まあ、今回ね、私が打ち分けまくりますので、まあ、目に焼き付けてもらえばなと思います。上級編になるとですね、まあ、さらにその2種類を流すか引っ張るかっていうところを判断しなきゃいけなくなってきます。はい。まあ、そこもね、さらに慣れが必要になりますので、今回はね、引っ張り方向のみで、例を挙げさせていただきます。はい、では実際に打っていきましょう。お相手ね、あのミモザ君にお願いして、山本由伸選手ですね、使っていただいております。まあね、基本的にツーシームスプリットのみで投げてくれっていうところは伝えてあります。まあね、やっぱりここ本当に球速差があります。今のスプリットとかもね、だいぶ遅いので、まあね、最初球のあれを見ていきましょう。これやっぱ速いんですよね。ツーシームは速い。うん、なんかやっぱりワンテンポ遅れてる感じがありますよね。なんで基本的に三振をね恐れず、ツーシームを振っていくのが一番いいかなと思います。なんで基本的には速いタイミングでツーシームを、待って打ちに行く。あ、今のいいボールですね。こんな感じで、ちょっと待つんですよね。ぐっと、あれ、ツーシームじゃねえなって思ったら、ちょっと待つ感じです。ちょっとアウトコース投げてほしいな。うん。ここのね、見極めもかなり難しいんですけど、僕はね、もう目が慣れちゃって、見極めれるようになってます。うん。あー、今のはね、ちょっと高さ的に判断しづらいんで、配球が非常にうまかったっすね。あー、同じところにスプリットですけど、ここね、やっぱり何回も繰り返して見てもらうと、いいかなと思います。うん、こんな感じで流しでこうツーシームを待っといて、まあ、今のコースはね、スプリットだったらもうストライクゾーン入ってこないんで、もうツーシームだけっていう判断になります。うん、いいですね。いい感じにホームランばっかり打ってるな。結構やっぱ球速差はありますよね。こんな感じで、打っていきます。まあ、本当にこの動画を何回もね見てもらうのが一番いいかなと思います。説明するよりもどうさばいているのかっていうのを見てもらう。はい、こんな感じで思い切ってスプリット来たなって思ったら、下にグッと入れてしまってもね、僕は打ちやすいと思います。うん、ナイスボール。おお、やっぱり高さをね揃えられると打ちにくいんですけど、まあこういう時にやっぱり球速差でね判断するのが大事になってきます。うん、ナイスバッティン
というところで、まあね、こんな感じで実際に球速差をね感じながら、まあ基本的にはね、ほんとツーシームしか狙ってないんで、ツーシームを、打ちながらスプリットに対応していくっていう形になります。まあぜひね、今回の、この実践のところだけ、まあ、切り抜いていただいて、目に焼き付けてねいただくのが一番攻略近いかなと思いますんで、ぜひやってみてください。はい、以上がツーシームとスプリットを打ち分ける方法になります。まあね、大事なのは、まあ、目を慣らすことっていうか、まあこう体でね覚えるっていうところが大事になりますし、まあ実際にね、今回のね動画を見た後に思い切って実践してみるってことも大事かなと思います。まあ、今回のね動画の内訳まくってる動画をね保存していただいて、ひたすら見るっていうのもいいですし、まあ実際にねリアタイで思い切って実践してみるのがまあいいかなと思います。まあ一度ね技術をね手にしてしまえば、なかなかねこういった技術っていうのは難しい分ね離れないと思いますので、まあ頑張っていただければいいかなと思います。はい、というところで今回の動画ね、いいと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録の方お願いします。まあまたね、あのライブ配信とか、まあ、生でリアタイ配信、質問の受付なども行っておりますので、ぜひお越しください。それではね、皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。